堀井さんどうした？まあ、そうですよね。僕もやっぱ競技をやってて、自分が釣れなくて人が釣れてる時、うん、っていうのはやっぱちょっとへこむもんですけど、はい、まあその時はまあ自分の釣りをとにかく続けていく、うん、その自分の慈愛が来ると、うん、ただそれがもし相手の釣りの慈愛が長かったら意外ときついものあるじゃないですか。だから普段から経験、まあ、まずは自分の基本の釣りを作る、それで相手の釣りが分かるようになると、その人の仕掛けがどういう仕掛けなのか、でどういう釣りをしてるのか、で針は何なのかとか見ておいて分かるようになると、それに近いこと、自分のもちろんそれが自分の引き出しにないとダメなんですけど、それが近いものをやって、自分が完全に釣れない時間をなるべく作らない。その人が10枚釣ってる時ゼロじゃしょうがないですか。1枚でも2枚でも、それで自分の釣りに来た時にまた枚数を増やすと。虚偽ってまあいろいろ運もありますからね。その 1日こうその人にハマっちゃう時もあるし、うん、ただやっぱこうバイオリズムって必ずどっかにあるんで、うん、それをまあ経験ですね、知識ももちろん入れることも大切なんですけど、やっぱそれって経験しないとそれが正しいことなのか、あこういうことなのかっていうのがわからないんで、それが大切だ。まあ、まあメンタルっていうよりやっぱ自分の経験ですね、を積むことですね。リュウさんどうですか？そうですね、堀江さんのがすごい最もなことだと思うのの、まあ、格論というか、例えばどういうふうに何をやるかっていうので、まあ競技をしてます、晴れから急に曇りになって雨になって、その時に、やこの重りがいいんじゃないかと思って持ってないとか、うん、そういう準備の部分、万全を期すで、宮田さんなんかもそのハリスにアラサリを全部つけて置いとく、うん、で15個も置いたら余っちゃうんじゃないのではなくて、本気の勝負で行くんだから余ってもいいわけですよ、うん、その時もなんていうんですかね、それを勝てなければ次に行けないわけであって、うん、いやそういうのを乗り合いで自分の中で想定してやっていく、うんうん、それは15個並べなくても3個でもいいじゃないですか、5個でも、うんうん、とか重りなんかも僕はまあ捨て重りも全部きっちり用意していく、うん、相手よりも不足があって負けるっていうのは準備段階で許せないんですよね。自分のね、うん、知識がある限りやっぱ準備はね、うん、そうしておかないと。万全を期すと、当たり前、どんな準備が必要かっていうのを分かることもやっぱ経験ですからね。そうですね。堀江さんの言ってるのは最もで、僕なんかそれで響くのは、まあいろんなことありますけど、そのほら初心者の方が大会でっていう時は、うん、重りは2種類でいいかなじゃなくて、全部重りの特徴、金色だったら光が入るところで乱反射してアピールする、夜光はこう蓄光といってこう光を貯めるので暗いとこでも光がなくても光る、ケミホタルもいい時も悪い時も全て経験、その時に、乗り合わせだと誰がトップだったの、どこ乗った人って、まあプチ大会みたいな、自分は何位だったんだ、潮がこうだったかな、いろいろある中で万全を期して何枚だったから、この潮先の例えば堀江さんが30枚20枚だったら、じゃあどっこいでいけんじゃないかとかっていう、その全く圧倒的に違ければまだまだ経験が足りない、これ非常に失礼な言い方かもしれないですけど、まあかなりの数皆さん乗ってらっしゃると思うんで、その一回一回無駄にしてないはずなんですよ、漠然と釣ってない、絶対次にもうちょっと上行く上行く何かを持って帰ってないと、まあ理屈だと無駄なんですね。漠然と釣りをしないっていうのは大切ですよね、うんうんうん、そういう意味で言うとやっぱ僕はやっぱり尊敬するのはカヤゴン4連覇してるわけじゃないですか。そう4回あの場でもうファイナルで、その集中力というか、絶対そのまあある意味勝ち上がっていくっていうことは、釣りをやりながら状況も分かりながら雰囲気にも慣れながらやってるのに、いきなりね前年度のチャンピオンからもうファイナルからいきなり、でそこでトップスピードを人よりも
4回連続で勝ってるっていうところの、そのメンタル面っていうところすごいなと思うんですよ。プレッシャーね、あるらしいね。そうですね。その部分って彼のことをどう、こうバネにというか、どういう気持ちを持ってそこを乗り切ったのかなと思うんですけど、まあ、ほとんど、まあ、森江さんと亮さんがおっしゃられたことが、まあ、当てはまるんですけど、まあ、自分のこう経験していく中で自分のスタイルをこう作っていって、まあ、こっちやったりこっちやったりっていうのもいいんですけど、自分でこう確立したものを作って、その中で、ハマった時間に、自分の釣りがハマった時間に誰よりも負けない、絶対負けない釣り、それを自分に身につけて、その時間が来ることを信じて釣るところがいい。やっぱだから自分の釣りを信じることですね。彼も前から、あの、自分の時間が必ず来るんだって言い方をね、そうですね、してますもんね。まあ、まあ、ね、その日に自分の釣りが来ないこともありますけど、まあでも竹岡だったらこういう釣りがっていうのを自分の中で自信があるものを持っていれば、自分の釣りができるかなって。そこで今日ダメかな、前日良かったけどっていう、そういう不安感があると、そこにうまく自分の力を出せなかったりするの で、そこでメンタルでも多分出てくると思うんですから。変な話だけど、たとえダメでも自分を信じきって、そうですね、ダメと、はい、僕が最初ファイナルさ、真似して失敗しちゃってるんですよ、ね、短い時間に、もう当たり前じゃんっていうことなんだけど、やっぱ自分を信じて信じて、そうなんですよ ね、そしたら来た時がね、そこのところが、うん、一番重要かなと思う。自分もそう、もちろんそうですね。で、もう一つあるのが、あの、やっぱり周りを見すぎないっていうのがあるんですよ、うん、あ、そうですね、あの、常に相手は川張りなんだっていうのを念頭に置いてるんですね。あ、そうですね、どうしてもそう、そうしないと崩れるんですか。そう、勝負は人じゃなくて川張りとは合わせるんですよ。あの、例えば情報として、例えば人の餌のあるなしみたいなものは、あの、見るんだけど、釣れてるから釣れてないからって、それを気にしだしちゃうと、そうなんですよね、もうグズグズになっちゃうからね。あくまでも相手は川張りだから。そう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 、そう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 正直、この前の DKO の時は、たまたまいいくじトモを引いたので、後ろ向いちゃってたもんね。あもう、まあ、ね、やっぱり毎回こう、優勝するチャンス、自分にもたくさん過去を振り返ればあるんですけど、やっぱり、こう、しっかり釣りはや、お姉さんのおっしゃられたようにやってる。準備もちゃんとしてる。けど、やっぱり、情報もらいたいから、キョロキョロしちゃってて、自分の釣りがブレてっていうところを、たまたま今回は本当に後ろ向けたので、もう誰が何匹釣ってるか知らないけど、自分がやれるだけのことはやる。で、もう人の情報じゃなしに自分の釣りを信じたいものと信じてっていうところ、まあそのためにはやっぱ絶対経験も準備もね、惑わされすぎないみたいな。けどみんな一緒、そんなところね、それは言って言ってますけど、やっぱり例えば乗り合いに乗って柏沢の人が3本釣ったら焦るんですよ、内面、うん、えっていう、自分の自信があるとすれば音もなくなくなるようなね瞬間ってみんな経験してると思うんです。でも海軍の言ったように信じると来る、うん、まくってくんですね、うん、あ、できるできるっていう時もあるし、でだんだん自分の中の気持ちも上がってくるんで、そう、でも動くんですよ、ちょうどいい感じで、帰りの横横がいい感じでな、まあそんなその辺やね、もう経験をしっかり積んで準備万端にして自分の釣りを信じるみたいな、うん、そうですね、やっぱり人をね知る前にやっぱ己知らないとね、もうどうすることもできないんだね。そんなところですね。